はい、どうも、三平おじさんです。おはようございます。まあ、今日、ボーナスが入ってですね。で、朝から、打ち込みに行ってました。で、親から、まあ、ちょっと援助いただいてたお金が15万ほどあったので、まあ、それを、振り込みに行った次第でございます。本当に、言うたら、まあ、1年前に借りて、で、まあ、冬場返せたんですけども、リミックスポイントに、突っ込んどいた方が儲かるよ、みたいな話をして、そのままにしといて、いや、でも、やっぱりもう返してって言われて、返した次第でございます。で、まあ多少、まあおじさん自身がですね、まあ月々6万5千円支払っていて、まあ結構カツカツの生活をしててですね、まあボーナス頼りで、まあ生活してるんです。で、まあ少しお金が残ると、まあもう証券口座にもお金入れてるんで、少しだけお金が残ったので、気持ちはちょっと楽ですと。というところでございます。で、まあ、それと関連してですね、ツイッターの方で、まあ、うつになった方とかの、言うたら、相互フォロワーさんとか結構多いんですよ。で、まあ、うつ病になって、何が困りますかとか、あるいは、まあ、どれぐらい休職期間を持ちますかみたいな形で質問があって、で、まあ、それでやり取りさせてもらってたんです。で、まあ、なんだろうな、まあ、休職期間はまあ、半年ぐらいですかね、っていう話をさせてもらって、3ヶ月か、とか、言ったらまあ、復帰するためにですね、1ヶ月ぐらい、まあ、お休みして、で、出社訓練で2ヶ月ぐらい、2ヶ月かな ?1 ヶ月ぐらい。で、復職判定に1ヶ月。そんな感じのざっくり3ヶ月かな、っていうのがまあ、直近ですと。でも、大体まあ、リワークとかそんなん行ったらですね、まあ、もっと長引きますよねっていうような話をさせてもらったのと、まあ、傷病手当金とか、あるいはまあ、失業手当であるとか、まあ、もろもろを調べないといけないこと多いですねっていう話で、で、あとはまあ、何に困りましたかみたいなことがあったので、何に困りましたかじゃないな、復職するきっかけなんですかということを聞かれたんですけれども、復職のきっかけは金ですというふうに答えさせてもらいました。漠然とね、金銭的な不安がついて回るんですよ。で、いつ復帰できるかわからないから、いつ給料がまともに入るかわからんと。まあ、もちろん、傷病手当金でね、標準報酬日額の3分の2、が入るんですけれども、去年のね、税金とか、あるいはまあ、所得税が引かれるので、実質って残りな、言うたらまあ、半分ぐらいなんですよ。なんで、言うたら普通の生活がもうできない状態になります。で、しかも、手続きの関係で、言うたら、温帯、で届くというよりも給料が切られた あと2ヶ月後くらいに来るんで空白の2ヶ月っていうのがあるんですよね。まあ、もちろんその終わりから言うたら2ヶ月ぐらいは出るんですよ。そういう意味でだから、例えば7月分が9月に出るとかなんですよ。なので、ちょっとずれるんですね。支給が。っていうのは、まあ、毎月毎月一応会社にですね、その、傷病手当金の申請書類出さないといけないんで、月末に。だから月末に出して次の月に、言うたら判断が降りて、まあ、その後お金が出るって感じなんで、どうしてもタイムラグが出るんですよ。で、その間が無収入状態になるんで、ローンとか組んでたりしたらですね、結構辛いんです。で、結局僕も親にお世話になったんですけれども、そういう辛さがあると。まあ、コメントにも書いたんですけども、もう1億手元にあったらそんな悩みませんと。ね、まあ、別に1億じゃなくても1000万でもそうなんですけども、手元にお金があればですね、そういうメンタル的なところは、結構楽になるんですよ。で、まあ、お金かいって言われるんですけども、お金ですと。いうふうに言うてる先生たちも結構多いです。はい。まずだから手元にお金があることで、その将来不安が消えるんで、そういったところで、メンタルとお金って、結構こう密接な関係でございます。で、まあ僕も相談したんですよ。まあ前の先生かな。
今の先生はちょっと優しいんですけど、前の先生に相談したら別に生活保護でも何でもあるからもう金のことなんか心配せんでええやないかも言われたんですけども、生活保護を受けるレベルってもう資産全部失って終わっちゃってる状態じゃないですかと、そんなところで不安不安って、言うなって言われてもそれは無理だという話なんで、それこそ障害年金をね、出してもらうとか、そういう形じゃないと無理なんで、でもそれは仕事を辞めてからじゃないと無理なんでね、っていうようなところで、まあ、いろいろ悩むところなんですというところなので、で、僕自身もその無収入の時期があったんで、もう金銭的な不安っていうのは言いたいほど知ってるというところなので、まあこういうボーナスとかですね、まあちゃんとお金が入ってくる時の、大事さっていうのはよくわかってるつもりでございます。はい。というようなところで、何の話してたんやって話なんですけど、ボーナス出て、で、まあ、癌に、言うたら、借りてたお金振り込みましたっていう話と、メンタルとお金の関係、ですよね。だからまあ、そういうメンタルになった人っていうのは、何に気を使うかっていうのは、その将来不安、っていうのがやっぱりあると、復帰してからどうだっていうところもあるし、言うたら休職してる間の無収入状態になるというようなところ、書類的には出るんですけども、手続き上無収入になるっていう期間があって、そういうところでもやっぱり金銭的な不安っていうのがついて回るというところなので、その辺のところは、まあ、常日頃から言うたら、蓄えをしておくとか、してですね、言うたら少しでもストレスが、なくなるように、生活したらいいんじゃないかなというふうに思ってございます。まあ自分自身でどうしようもないときは、まあ、だから頼れる人をあらかじめ作っておくと。親御さんともまあいろいろ話をして、関係性を言うたら良くしておけばですね、何かあったときはやっぱ助けてくれるのは家族ですから。そういうところかなと思ってます。あとはまあ、僕みたいに YouTube やってたら、なんか伏線化っていうんですかね、収入の伏線化っていうのとか、そういうのもまあ大事になってくるんですけども、まあそこまで行くとちょっと話が膨らみすぎるんで、はい、というようなところでございます。はい、というところで、まあ話を終わります。台風がね、今、長崎に着いたみたいなんですよ。で、本当に日本横断する形になるんで、今現在は九州地方の方、本当に、家に引きこもってくださいっていうところと、あと、明日の朝かな？ひょっとしたらスピードが早まったら明日の、明日っていうか今日の夜中から朝にかけては僕たちの近畿地方に来て、電車止まる可能性結構ありますねというところですね。特に明日の朝電車止まる可能性あるんで、その辺も気をつけてくださいっていうのと、明日の昼ぐらいには、関東に、上陸っていうかもうずーっと、多分本州横断してるんで、帰宅はですね、本当に気をつけてくださいって感じだと思います。明日の昼以降。なんなら明日の昼、半休になる可能性もありますよね、会社によっては。交通が多分麻痺すると思うんで、その辺皆さん、気をつけましょうというところでございます。はい。で、あと川には近づかないようにというところですね。はい、お話ししたいと思います。以上です。